や本当に、うん、祭りさ、まあ、祭りちょっといろいろ勘違いされることが多いんですけど、いろんな人に、うんうん、それで、まあ、なんかいろいろあった時に、うんうん、わっちゃんがうちは祭りちゃんと喋って、うん、そういう人じゃないって思ってるし、うん、信じてるよみたいな、うんうんうん、信じたいの信じるからみたいなの言ってくれて、うんうんうん、一生を捧げようって祭り思ったのわっちゃんに。なんかわっちゃんがいたから、うん、いっぱい頑張れたこともあるし、うん、やっぱり一番好きだから、うん、寂しいわっちゃんとは仕事が、うん、例えば VTuber っていうお仕事がなくても、うん、ずっと仲良くしたいと思うから、うん、これからもたくさん遊んで、うん、わっちゃんの子供を産む。大好きなの。こんな持ち切れんぐらいの。本当に大好きでしょうがない。何してもいいよあんたならわっちゃんなら何してもいい。本当にちょっとうち人殺しちゃったとか言っても、まあ、しょうがないよね。殺される方が悪いね。証拠隠滅してくれる。一緒に手伝う手伝うこういうところなんだよね本当に。でもそう、でも本当に大好き。だからなんか困ったことがあったら何でも言ってほしい。いや任せて。こうたくさんたくさんたくさん愛情をくれて、人生で初めてでしたね。ぶっちゃけここまで愛情くれたの、お母さんよりくれてたかもしれない正直本当にそう。だからもう本当にもう家族と言っても過言ではないぐらいに好きです本当に。ありがとうございました、